皆様こんにちはミュージカルんめんどくさいな紳士のための愛と殺人の手引きはい、えー、どういう意味かよく分かりませんけどもそれに出ますウエンツです、えー、この度モンティナバーロ役を演じさせていただきます役柄についてですねそうですねすごくうんピュアな 人間だと思います、えーまあ殺人というものをしながら出世していくんですがそれでもちょっと多分皆さんが応援したくなるような、えー、そんなキャラクターだと思います。な、え、ん、ーまあ、といっても今回はあの私の尊敬する、えー、市村パイセンとの共演が叶えいまして。 いいや尊尊敬敬ししててるんんでですすすよたた上のと呼ままから、えー、共演させていただきます、えー、そして、えー、僕は初めてなんですけどもダブルで、えー、柿澤さんと、えー、同じ役をやらせてもらうということであの、まあ、お二人とも大先輩なんですけどもお、まあ、柿澤さんは一緒の役なのでどういうふうにあこの役をやるんだなとかそういうのアプローチが見られるのは、えー、すごく自分にとっても新鮮で勉強になると思いますし。 市村さんは僕が初めてミュージカルをやらしてもらった時から、えー、作品も見に来ていただいてその都度何点という点数をメールで送っていただいております。点数の方はあえてここでは伏せておきますけども個人的にはあの一番初めて一番最初にやらしてもらったミュージカルが日出劇場で日出日劇場で。えー日 最後に投資やらせてもらって明日本番という時に私が大変緊張して日出劇場の前の公園でちっちゃいゲロを吐くということがありましてその後にすぐ市村さんに電話して「怖いです」と「ちょっと舞台立てません」って言った時にあの本当に応援していただいてまさかそのね日生にまた立てると思ってませんでしたし市村さんとやらせてもらうのでちょっとあの今回は。 まあ市村さんが大変な役ではありますけども自分も少し引っ張っていけるように頑張りたいと思います今回はこうゲロは吐きません、まあ、今回、えー、コメディー、まあ、本当に物語がすごくしっかりしていて何よりも音楽がすごくかわいいのでぜひとも劇場で、えー、その場その場で起こるその空気感を楽しみに来てもらいたいと思います、えー、よろしくお願いいたします